こんにちは、チョメです。ではこれ、サファリゾーンやっていこうね。はい。久しぶりだな、サファリゾーンやるのも。お、中は、なんかこれ怖いおっさんか。お前さんの目つき、そして漂うオーラ、わしの同類だな。やめてくれよ。あ、夢食いを手に入れた。夢食いも強かったよね、眠らしてから。回復もできるしね。ゲンガーになんか使ってたわ、昔。ほんと初期の頃だけどね、グエ。お前そういう泣き方すんだ。この子とはここで出会ったんだ。今はもう家族同然なの。あ、だから、あれか。はいはい、サファリゾーンへいらっしゃい。ポケモンは捕まえ放題。時間のある、許す限り。あ、時間あったね。歩数だったよね、確か。これは何？あ、長そうだが読んでみよう。ちょっと流すよ。あ、客が途絶えていったんだ。逃げた後、心ある人々の援助で、サファリゾーン蘇った。なるほど。未来。結構いいこと書いてあったぞ。いいことっていうか面白いこと書いてあったぞ。この歴史が。これはいいか。よし。ゴミ箱は空っぽと。ちゃんと調べるからね、実況だから。これは？サファリゾーンに行くのですか？だったらダートでもマッハでも自転車持っていくべきです。ダート自転車は持ってますよ。よし、行こうか。あれ？なんかお金無料なの？無料なのかい？お金は。ちょっとサファリボールちょうだい。いやいや、いらっしゃい。ポケモンとたくさん触れ合っていってね。どういうこと？え、時間何？時間。時間がないよ。時間は何日まで？どうなってんのこれ。石投げたりとか、線の餌あげたりとか。どうどう出てきた。行け、ラブラージ。あれ、なんかおかしいぞ。あれ、ポケモン、え？なんかおかしくねえか、このサファリゾーン。そういう仕様になったのか。え、もしかしてこれ自分のボール使うってことか。マジか。結構変わったんだな。サファリボールとか、あれか、お金かかっちゃったからか。500ゴールドで、あ、コダック懐かしいな。行け、ラグラージ。これ PP 回復しないといけないじゃないか。これ必ず逃げれるやつを覚えさせておけばよかったな。まあ、コダックは一応戦うか。いやー、PP も回復しないといけない。回復所がない。一回さ、空を飛ぶで、ちょっと裏で回復してきてやるっていうのも良かったかもしれないな。珍しいポケモンも珍しくないポケモンもいますか？同じように可愛がってあげてください。まあ、いざという時捕まえるためにドクケールちゃん出しとくか。並び替え。ここはドクケールでいこう。こうマッハ自転車がないといけないじゃないか。こっちは。まあ、今のね、サファリパークはこんな感じみたいだね。あ、ネイティオだ。これは欲しいな、でも。32、結構強い。最強光線。いやー。ダメだこりゃ。まあ確かにエスパーにエスパーは、今一つやったな。逃げられない。ドッケールちゃんが死んじゃった。意外と強くねえか、ここのサファリパーク。マジか。あ、これじゃあ虫除けスプレーとか効くんじゃね？サファリパークだけど、あえて使わないという。いや、もうに、まあ戦うか。突っ張り。うわー、効果抜群。ちょっと待ってくれ。そうか、格闘技エスパーなんで出してんやね。ちょっと相性表を開こう。あー。なんで格闘出したんだろう。エスパーやられるに決まってるじゃん。だから誰出せばいいんだろう。ラティオスでも出しようか。ラティアスか。ほんと、グダグダだな。なんか仕様が変わっとるっていうのにビビったわ、マジで。はい。じゃあね、竜の息吹で倒しましょうか。これもアマクラマンか。あ、麻痺か。いいね。これ捕まえるかも。何持ってんの？お前、野生のポケモンだろ。願い事が叶うの。さっきのあれか。マジか。メガ進化してたらよかったかもしれない。軽そうだな、でもこれ。ダメだよな。効果今一つ。いや、願い事はええわ。もう疲れたわ、なんか。ちょっとメガ進化して竜の息吹使って倒そう。しょうがないから。はい。このエフェクトが長いけどね。
この雑魚的に何分かけてんだよ、ほんと時間を。はい、もう捕まえない。レベルは上がったけど、もうちょっと探索してから、ちょっともう逃げる方針で行こう。ほんとだから、まあポテマルでいっか。やめてくれよ、もう出過ぎだから。臭い花もええ、もう。なんか持ってなかったかな、スプレー。と次の草むらに入る前にスプレーってサファリゾーンなのにスプレーってね。あ、これは自転車か。これはずっと連打やったな、確か。 OK、 これは一回、これ何のためにあるの、ここ。なんも行き止まりじゃん、ここ。ここで出るってことは、草むらじゃないと出んよな。何のためにあるんだろう、ここ。はい、まあね、自転車の練習になるな、これ。はい、ここで降りて、なんか光ってる、あれ何光ってるやつ。ちょっと待って、光ってる光ってる。これなんだなんだ、アブソルナイト。結構ええのあるな。まあサファリゾーンはこんな感じでしたって。まあでもどんなポケモンが出るかっていうのを見たいから、ちょっとしょうがない、こんな感じでやろう。サファリゾーンやからな。マジかー、群れかー。全体攻撃がないときついな。逃げる、逃げさせて頼む。あ、よかった、固まっちゃったけど少し。じゃ、岩流れあった方がええな、やっぱり。斜め、はい、ラグラージ。結局ラグラージか。まあでもエンカウント率がいいっていうことはええよな、実際問題。捕まえるのが目的やから。よーし。岩雪崩でもうみんな倒してやるわ。どうどう、レベル上。結構経験値上げもいいんじゃない、結構。地震の方が良かったかな。いや、ダメダメ、飛行だから、ダメだ、無効だわ。相手の方が早いのか。これや、ややこしいな、ほんと。2体だけ早かったか。よーし。さよなら。はい、リズミカルよく倒れたね。インファイト、いや覚えさせなくていいわ。はい、ちょっと早いとこ終わりたい、サファリゾーンの実況。あ、まあとりあえず使うは虫除けスプレーとかで、なんかあえて出てきたやつを捕まえよう。ないスプレー、うわー、買ってないのか、うっそー。まあとりあえず傷薬を使っとくか、あと身も使っとくか。まあしょうがないよな。 PP リカバリー、 PP リカバリーじゃない、た、あの、あれ種があったはずだけど、あったあった。まさかこれであれ岩なだれとか回復するとは思わなかったわ。よし、これでだいぶ持つな。下、あれなんかいけないぞ、右とか。また戻るのこれ、はあ。今度は単体か。卵も早く帰ってくれよ。あ、突進で一回一体やから当たらないのか。今日こんな感じの実況でええわ。生放送だったら雑談力が試されるんだろうな。生放送でこんなグダグダだったら、自分あれだよ、パニックになって生放送できないわ。自分動画にしてるのはそういうのもあるからね。これ波乗り使えるんじゃね。はいはい、行こっか。何があるんだろう。あ、こっちに行けた。あ、これを取るためだけか、元気の塊。はあ、これで左は攻略したか、一旦。また戻るのか。じゃあカットな、戻るわ。少々お待ちくださいね。チョメです。入り口まで戻ってきました。左は行ったから、もう右上に行こう。なんだ今の音、なんかゴニョゴニョってない。あ、これちょっと何か出るか見てみるか。ゴニョゴニョだから、でもそこに行くまでに出たらどうすんだ。
コダックっぽいな、なんか鳴き声が。コダックじゃねこれ多分、予想。皆さんどう思います？なんかコダックっぽいよな。当たったかな。当たってたわ。昔なんかロケット弾がなんか使ってたイメージがあるんだよな。まあ水はあんま食らわんでしょう。はい、今一つ水タイプですけどね。捕まえるか、とりあえずボール、ハイパーボールやっぱ自分のボール使うんか。もうちょっと食らわしてもええけど、頼むよ。 OK。 まあ使わないけどな。コダックはゴルダックになるんだよね確か。一番最初のポケモンだから別にこの実況で使わんでもええからね。まあ、なんとなく記念で捕まえてしまったけど、可愛いな。でもいいえ、はい。まあ何の技を覚えてるかっていうのが気になったからね。よし行こっか。園内に転がっているボールはお客さんが捨てていったゴミか、何年経っても引き取り手の来ない落とし物だからね。アブソルナイトまで？マジかよ。アブソルナイトも引き取り手いなかったんだ、ずっと。上がっていくか。ダート自転車は必須やな。まあ、マッハ自転車もいるよな、いざとなったら。こっちはこんな感じか。あのボールも気になるな。こっちは何？これ草むらしかないよな。下行くかも、じゃあ。まず最初。はい。はい。ここに降りてどこに向かうんだ、これは。なんかあったかな、この辺。あ、波乗りで行ける。こう釣りしてみる？何が釣れるんだろう。はい。コイキングとかなんか釣れそうな感じもするけど。あ、ボールがある。これマッハ自転車必須やん。両方自転車手に入れたとか、道路しか出ないじゃん。はい。まあ、サファリパークはこんな感じでした。っていう感じで終わろっか。だから次もサファリパークから出たところからスタートしよう。いや、すっごい楽しめると思ったけどな。でもなんかさ、昔やった時さ、なんかポロックとかも投げれたような気がするんだよね。記憶違いかもしれんけど。なんかね、ポロックで捕まえやすくしたりとか、あった気がするんだよな。他は？筋肉が出た時と、これ結構レアかもしんない。あんま出てかんから。まあ言わなだれ。でもなんかさ、草むらがガシガシなる仕様があったら、そっちのポケモンしか捕まえたくなくなるよな。野生のポケモンはどうでもよくなってもしまうわ。よし。ちょっと釣りをしよう。せっかくだから。ボロい釣り竿しかない。いい釣り竿あるよな。使おう。一回だけやるよ。次。さあ、何が釣れるんでしょうか。釣れないのかい。え、マジで釣れないのこれ。釣れないことってあんの。はい。いい釣りだ。もうあの、ショートカットしとくか。オッケー、これで引く感じか。さあ、あー、コギングじゃねえか、やっぱり。ほんと。まあ、いい釣り竿だから、体当たりぐらいは覚えてるんじゃないでしょうか。あの、ボロい釣り竿だったら、あの、覚えてないんだよね、なんも。あの、跳ねるしか覚えてないんだよね。で、いい釣り竿だったら、体当たりが覚えてるコイキングが手に入るという。はい。じゃあ、一旦カットしますね。カット。ダメです。こっちの方にも行ってみよう。これで終わりだな。このサファリゾーンの分岐は。あと、マッハ自転車がないとなんか行けないからね。この真ん中とか何？隠れ音がおる。あ、まあ、ええわ。捕まえんわ。もうええ。行き止まりかい。終わりか。終わりだね。じゃあ、終わり。じゃあ、サファリゾーン終わりです。失礼します。こんにちは。チョメです。アブソルナイトを手に入れたから、ちょっとアブソルを仲間に入れてみようかなと思って、ちょっとね、戻ってきました。はい。やった！なんか止まって！オッケー！いやー、バランス調整できるポケモンがいないんですよな。よし、バック。
なんで捕まえれるかな。スーパーボールにしよっか。電磁波とか使えるやつやっぱり欲しいな、こういう時で。アブソルのやつも見たいからね。うわー出てきた。お前出てくんのか。メガホン、ヤイギリでこんなに食らうのはちょっとな。まあハイパーボールでいきよっか。ネストボールってなんだ。なんか昔ボールを作るおじさんとかおったよな、金銀で。結構つかめにくい。あーマジかい。剣の前は攻撃力上がるんだよな。なんかもうドキドキするわ。ちょっと微調整できるポケモンやっぱ欲しいね、一匹は。ポケモン捕まえるための。まあまた稼げばいいけどね、ハイパーボール代をね。オッケー。まあ伝説の時にハイパーボールもっと使うからいっぱい買っとった方がいいかもしれんな。よし、じゃあね、また戻るわ。あのポケモンセンターじゃない、サファリゾーンのところね。悪か、悪タイプなんだね。ニックネームはつけません。お待ちくださいね。あ、ちなみにね、ここで捕まえました。120番道路。じゃあ戻っていこうか。はい、チョメです。サファリパークの近くまで戻ってきました。これ左もなんか道があるからちょっと行ってみるわ。はい、まあいろんなところを見ないとね。あ、アブソルも仲間に入れましたよ。そこはまあ実況撮ってると思うけど、北さんパラメータアップのやつか。回復のポケット、回復のポケットに入るんだ。でこれ右行ってないよね。下はあれか、これ草むら入りたくないな。嫌切りでこっちから行くか。はい、もう多分サファリパークにはマッハ自転車を手に入れて2つ自転車があってアイテムを回収するぐらいしか来ないと思う。こっち来たらこの双子がおるんか。まあでも可愛いから対戦しましょう。あの木もなんか秘密基地作れそうだね。あーかわいい、先輩と後輩。私は後輩の方がタイプやったな、見た目がね。よーし、ポテマルとラグラージア。毒ケールちゃんでもいいけどね。地震で倒すか。地震強い。あ、ちょっと待って、忘れとった。地震見て、ポテマルも食らうんだよ。だからあれだわ、ちょっとパートナーを飛行タイプのやつにせんやいけんわ。じゃあ地球投げで倒しこっか。バッチルのどっちの方が強いかな。キッキングの方が強いかな。なるほどね、パートナーをラティアスにしよう。あー、キッキングの方が強かったっていうの分かったけど、ちょっと失敗やな。あ、眠り？マジか、バッチル倒しとけばよかったな。めんどくさいことになってもうた。これはまあ地震でも使っとくか。どうせあれアップになったよ、パッチールが。突っ張り、これ一応こっちも攻撃できるからね。パッチールを倒そう先。怠け、よし怠けとるね。こっちを倒しときましょう。まあ普通にノーマルタイプやからさ、突っ張りとかの方が良かったかもしんないね。ポテマル人からもらったやつやから、いや変なことした。あのレベルが上がりやすいからね。だからエネコも交換しとけばよかったな。ちょっと裏でさ、ゴニョゴニョのやつをさ仲間に入れてから、あそこのところで。何だったら結構使えたかもしれない。人から交換してもらったやつでちょっと旅に出る。1800、眠りか。まだ寝てんのか。まあ眠り直しを使いましょう。いや、やっぱ後輩の方が可愛かった。はい、まあ髪型とかもええよな。短い髪の毛の方がいいよな、やっぱ。何言ってんだ自分。並び替え。毒ケールちゃんでもパートナーに一応できるんだな。よし、でバック、眠り直しを使おう。眠り直し、眠気覚ましか。はい、ここも秘密基地作れるよね。ポイントなんかおるわ。まあここはまあ戦わんでいくか。モンスターボール、あれ何右上のやつ、なんか遊園地みたいじゃん。遊園地っていうか、これちょっと見てみたいな。あ、捕まっちゃった。
柵があるな。あのボール気になるから行ってみよう。ロバートかライボルトね。じゃあ地震で倒しましょうかね。地震で、まあ今日はね次の町に行くまでで終わろう。で次の町で終わったらまあ後日また実況を撮る感じで行こう。毒ケールちゃん、もう毒ケールやめようかな、もうお守りで一応持っとるけど、てか卵はいつ買えるんだ。卵がいつ買えるかどうかも分かんない。ちょっと自転車使うか。インドメタシン、この辺とかもなんかいいポケモンとか出るんかもしれんけど、ほったっとくか。ほ、誰だこいつは。私とてもプリティなポケモン可愛がってよ、大好きクラブかな多分だけど、当たった。大好きクラブも結構そこそこいいの持ってるからね。プリンとかピカチュウとかそんな感じだよな。よーし、ピカチュウも自信のいい時期になってもらいましょうかね。はい、電気には地面が食らうからね。2240ハイパーボールがもらえる。ハイパーボールそう思ったら高いよな結構。はい、矢切り、これ死んどっても出せるんかな。気絶か。これもなんかパラメーターアップかな。光の石を手に見つけた。光の石って何や、何かの技がアップするのかな。ちょっと一応見てみるか、気になるから。昔からあったような気もするけどね、光の石。隕石、こっちにはない。光の石、ある特定のポケモンを進化させる不思議な石、光のように眩しい。誰に使うんだろう光の石。炎の石とかそういうタイプみたいな感じか。それと同じやつか。なんか種類が増えたんか。こっち来るんじゃなかな。もう最悪行くんじゃなかったわ。マックスグマやろ。この時間がもったいな。時間が、まあ、あったことだからしょうがない。逃げれんかったらもっと最悪だわ。よし、編集も大変なんですよね、これ。出るなよ、頼むよ。絶対虫除けスプレー買うわ。もう決めた。ゴールドスプレーとか。あ、影ポーズか。浮いてるな。浮いてるってことは、岩なだれの方がいいか。お見通し？何これ。必ず当たるとか攻撃。これもうめんどくさいな。5人一気に見るんか。でも岩なだれ当たらん可能性があるから嫌なんだよな。影打ち、あー影打ちか、早いんだよなこっちの方が。影打ちの方が1匹当たらんかったか。全員当たってるように見えるけど、さよなら。まあええわ。ナイトヘッドだからノーマル多分効かないよな。水の誓いで倒した方がええよな。突進多分効かないと思うから。影打ちか。なんか影打ちって、まあええわ。なんか昔大会でよく見たな。昔の大会。よし、やっと抜けることができたぞ。これ下とかは？あ、これ3日もあった。7の実が2つ。まあ、これもね、後で植えときますわ、ここ。実況だと植えるの時間かかっちゃうからね。本当はなんか次の冒険者のためにね、ここも7の実を植えた方がいいよ。なんか取り逃げみたいで、なんか嫌やから、やっぱ植えるか。次の人が困るもんな。植えとかんや。こうやってさ、今さ、自分が拾ってからさ、ほったらかしてどっか行ったらさ、もうここで木の実が手に入らんくなるかもしれん。わざわざ自分の持っとる木の実をさ、植えようっていう人おらんやろ。でもさ、こうやってさ、取った人が、もう一個の木の実を植えることによって、次来た人が木の実を取れるって感じでね、いい感じに回っていくんだよね。自分勝手でね、自分が良ければいいっていうだけじゃダメなんだよ。こういうのはちゃんと植えて次の人に回すっていうのでね、それでも来たら来てなっとったら取れるって感じやからね。あ、ミナモシティ着いたわ。じゃあ今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。いい木の実植えとけばよかったわ。多分明日やから実がなっとるからさ。
じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。空を飛ぶで来れるようになったね。